住職千葉賢女音楽法話。この番組は僧侶でミュージシャンでもある私千葉賢女が素敵な名曲を仏教的観点で掘り下げていき、心がスーッと楽になる、そして元気になるような音楽法話番組です。番組の中で法話がイメージできるように私自身がサックス演奏も行っていきますからね。また特別な御朱印のプレゼント応募なんかもありますのでね、お楽しみに。改めまして聖息寺住職千葉賢女です。突然ですが皆さん、お坊さんのなり方って知ってます？今日でこの音楽法話も10回目の節目になりましたので、少しその辺も触れてみたいと思います。今喋っております私千葉賢女もお坊さんです。静岡河津ですね、桜が有名な河津の禅寺聖息寺の住職ですが、臨済宗、いわゆる禅宗です。そして鎌倉建長寺を本山とするお寺です。まあ私の宗派臨済宗でのお坊さんのなり方について話しますが、お坊さんになりたいと言って書類を書いてなれるというわけではないんです。順序がありまして、まずは臨済宗のお坊さんの弟子になります。大抵世襲することが多いので父親の弟子になりますが、私の場合は婿でしたので義理の父、聖息寺前住職ですね、父の弟子になりました。歌舞伎や相撲の世界と一緒ですよね。それで OK、 まあ弟子になって OK っていうわけではなく、それから修行に出かけます。臨済宗建長寺派では最低3年間の修行が義務ですので、私その当時もう結婚をしておりましたので子供もおりました。妻と子を残して山の中の修行専門の道場、まあお寺ですね、修行専門のお寺に入ります。まあ前職がミュージシャンでしたので、長かった髪の毛もツルツルに剃り、昔から変わらない修行僧の装束にね、網代笠ですとか鉄鋼毛半をつけて、そういう装束に身を包み意気揚々と出かけていきました。修行の入り方も独特で、その修行道場に着いたからといってようこそ道場いらっしゃいましたとはいきません。まずは修行道場に着いたらですね、玄関に土下座の格好をして大声で昔ながらの口上を述べます。頼みましょうと大きな声で口上を述べるんですね。しかし何の返答もありません。おかしいなぁと思い、もう一度頼みましょうと声を出しました。すると奥からものすごくドスの効いた声でどれと返答があったんですね。正直声の迫力に私の体は縮み上がりました。そのドスの効いた声の主はですね、ドス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 と私の前までやってきました。私は土下座の格好で頭を下げていますから、どんなこわもてな修行僧がやってきたのかわかりません。ビクビクしながら私はまた修行させてくださいというような昔ながらの口上を述べました。するとなんとお断りされるのです。この修行道場は満員だから違う修行道場に行ってくださいって言われるんですね。臨済宗の場合、全国に修行道場がありまして、まあ師と仰ぐ老師ですね、いわゆる禅のマスター、禅を指導してくれるところを自分で選んでね、行くんですが、まさかここまで来て断られました。断られた。まあ途方に暮れました。しかしですね、出発前、師匠になります義理の父、まあ、聖息寺の前住職からですね、断られても何があっても帰るんじゃないぞと念を押されていました。ですから、
私はこわもての修行僧に帰れと言われても、その場に土下座をしたまま居座りました。何時間経ったでしょうか、土下座の格好のまま私の体は痛みに悲鳴を上げて、足はしびれて感覚はありません。すると背後から下駄の大きな足音、カン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 と迫ってきます。先ほど帰れと対応したこわもての修行僧がですね、今度は棒のようなものを持って、それを振り回しながら外からやってきたんですね。持っていた棒で地面をガンガン叩きながら、こらー、いつまでいるんだ、とっとと帰れと怒鳴りつけ、私の腰のあたりを掴んで表へ投げ飛ばしました。本当にその時は鬼が来たと思いましたね。断られ、怒鳴りつけられ、その挙句に表に投げ飛ばされ、私はしばらく呆然としていました。しかし、ふと師匠が何があっても帰るな、という言葉が頭をよぎりました。今すぐ逃げ出したい。しかし師匠の帰るなという言葉、私の心は葛藤しましたが、ここで逃げ出してももう私には帰るところはない、修行を終わらすまで帰らない、そういう背水の陣の思いで、また鬼のいる玄関で土下座の姿勢をとりました。しばらくするとアクシデントが発生です。お寺の玄関に土下座しているわけで、その玄関にはお寺に用がある人も来るわけです。やってきました。しかも大型犬を連れて、ごめんください、対応した修行僧に私を指し、この人大丈夫ですかと聞いてました。対応した修行僧は、大丈夫です、大丈夫です、気にしないでくださいと説明していました。しかしですね、一緒にいた犬には伝わらず、その大型犬は私めがけて飛びかかってきました。犬からしたら完全に不審者です。必死に飼い主が引き離しましたが、その時には私は大型犬にもみくちゃにされてました。先輩修行僧からならまだしも、犬にまで帰れと言われているようで、
涙が出ました。犬のよだれにまみれながらも、日暮れまで土下座の姿勢でずっと居座りました。さあ、この後どうなるのか、続きは来週またお話ししますが、我々禅宗の修行僧のことを運水と言います。禅語の幸運流水という言葉から来ていますが、運水、幸運流水、行く雲、流れる水と書くんですね。まあ、行く雲、流れる水のように何事にもとらわれず、よどみなく修行に安居する、そんな姿から運水と呼ばれています。昨日までサックス奏者として生きてきた青年が、川の流れのように仏門修行の道に入る。玄関に土下座している私の頭の中には、大好きな渡辺貞夫さんの川の歌という曲が、よどみない流れのように響いていました。では、私千葉賢女の演奏で、渡辺貞夫さんの川の歌をお聴きください。
和の歌、渡辺貞夫さんがチベットを旅した時にできた曲です。雄大な自然、圧倒する川の流れに渡辺貞夫さんは生かされていると実感したそうです。そして山を降りる時には自然と涙が溢れたと振り返っていました。渡辺貞夫さんに憧れていた私は、しっかりと修行に入ることはできるのでしょうか。次回をお楽しみに。さて、ここで嬉しいお知らせです。先日、花祭り法要に合わせて音楽法話を生で行いました。今回は、檀家様限定の少人数で行いましたが、早く皆様の前でこの音楽法話を生で行えないか願うばかりでしたが、なんとですね、この度クラブツーリズムさん、有名なバスツアーの、ね、会社ですよね、クラツーさん、クラブツーリズムさんがこの音楽法話を生で体験できるバスツアーをですね、7月8月に組んでいただけることになりました。清息寺だけではなく伊豆の名所がね組み込まれたバスツアーになってますので、あとはですね、参加者だけがもらえるツアー限定の疫病退散御朱印、そういうものもねもらえます。駅発着の日帰りバスツアーですから、お一人でも安心して参加できますし、近頃のね観光バスは換気設備もしっかりしていてですね、安全対策も万全です。ですから心配なくね参加できると思います。今回はね、神奈川発着のツアーなんですけども、これ出発地がですね、出発駅がですね、上大岡、横浜東口、武蔵小杉、溝の口、町田、中央林間、海老名、平塚っていうのがありますね。神奈川中心ですけどもね、なかなかですね、音楽法話を生で開催する機会がね、やっぱり少ないんです。この機会にね、ぜひ参加してみてはね、いかがでしょうか。予約はクラブツーリズムさんに直接なんですが、すでに始まっております。詳細は清息寺の SNS に上げましたけども、あとそれと音楽法話定期便にね、詳細を同封しておきますね。続いてですが、御朱印のプレゼントのご案内です。毎月10名様に、抽選でお届けする世界に10冊しかない限定御朱印のプレゼントです。ご応募には音楽法話定期便の申し込みが必要です。音楽法話定期便とは、毎週配信しておりますこの音楽法話を月ごとに CD にまとめて毎月ご自宅にお送りするものです。もちろん無料です。これによってネット環境を気にせず聞き返せて、御朱印巡りの車の中のね、運転中の車の中で聞くこともできますし、またインターネットが使えない方々も聞くことができるというものです。世の中ですね、 IT 化リモート化と叫ばれてますけども、インターネット、パソコンが使えない方をね、やはり取り残しちゃいけないと思ってるんですね。特に法話や心に関するものはなおさらだと思います。そういう思いで始まった企画です。この音楽法話定期便の CD に御朱印プレゼントのお申し込みはがきを同封しますのでね、そちらで御朱印プレゼントはお申し込みできます。皆さんをですね、パソコン、スマホの画面から解放したい。そんな思いを込められてますので、今 YouTube で聞ける方もね、遠慮なく申し込んでください。またお友達やお知り合いにね、教えてあげてください。ではお申し込み方法です。メール、番組のメール、info@kappa.live。もしくはですね、清息寺のですね、SNS ダイレクトメッセージでも大丈夫です。あとはね、清息寺の電話でも大丈夫です。電話番号はですね、0558-32-0896 です。0558-32-0896。ここにね、電話でも申し込みますので、どしどしご応募ください。一度お申し込みいただければ、毎月毎月ね、お届けしますので、安心してください。さて、あっという間にお別れの時間です。世の中ですね、また油断のできない状況になってきております。皆さんくれぐれもですね、気をつけて行動してください。またね、来週お会いしましょう。元気なね、姿でお会いできることを願っておりますので、
皆さんね、お体ご自愛して来週またお会いしましょう。お相手は生息地住職千葉健丈でした。それではまた。